黒ひげについて？俺も気にはなっていた。黒ひげは俺たちの世界で暴れまくっている海賊の一人だ。強いのか？ああ、うんざりするよな。そうか。長官からの通信です。そこにいたのか。ニューヨークでマーシャル D.T. 氏、通称黒ひげの襲撃が確認された。ベータチームと共に出撃してくれ。気をつけろ。黒ひげは目的のためなら手段を選ばねえ。偽物だろうが本物だろうが気を抜くな。ぜはははは、誰にも俺を止められねえのさ。が誰だてめえは。見かけねえ面だな。やめとけやめとけ。おめえ程度じゃ俺を倒せねえ。せいぜい隅っこで指でも加えてろ。ぜはてやるじゃねえか。だがな、この程度で俺は倒れねえぞ。じゃお前ら待たせたな。おお、麦わらじゃねえか。会えて嬉しいぜ。わけのわからねえ世界で周りは知らねえやつばかり。ちょうど寂しかったところだ。おひげ、お前、本物か？え？いきなり現れたかと思えば何言ってんだ。とぼけんな。お前もベノムズの仲間になったんだろう。ベノムズだ？知らねえな。それよりも麦わら、てめえの方こそどうなんだ。どこの馬の骨ともわからねえ連中とつるんでるようじゃねえか。海賊をやめて仲良しごっこでも始めたか？ぜはははは。俺も忙しいんだ。あばよ麦わら。あいつは本物の黒ひげだ。何考えてるんだ。